衣類用洗剤、洗濯用洗剤とは、主に繊維系などのものに対する洗浄に用いるための洗剤である。医療用洗剤、またはソープレスソープとも呼ばれる。石鹸分を含まない洗剤の開発は20世紀初頭から着手され、1917年にドイツで海面活性のメカニズムが明らかになると本格化した。1930年代に、 天然油脂から脂肪属アルコールの大量生産が可能となり、この脂肪酸アルコールを原料としてアメリカやドイツで洗剤の製造や販売が始まっている。日本ではドイツからの技術を導入する形で、1937年に第一工業製薬から羊毛用の中性洗剤としてモノゲンが発売され、翌1938年には顔が ステープルファイバー医療用の粉末洗剤、エキセリンを発売している。ただし洗剤が本格的に普及したのは第二次世界大戦以降からで1952年にカオが日本初の弱アルカリ性合成洗剤、カオ子コ洗濯を発売し、電気洗濯機の普及と相まって市場へ浸透していった。洗剤の中でも繊維の内部に入りやすいように特化している。 使われる対象としては、衣類、雑巾、布、一部の靴など、繊維物質などであり、かつ人に触れる機会が多いものに対して使われる。他の用途に対しても、水などに溶かした上に染み込ませた雑巾などで拭き、掃除などに用いられることがある。主成分は、科学的に合成し、作られた合成洗剤である。純石鹸成分系もあるが、値段が高価であるため主流ではない。 どの製品にも主に入っている成分としては、洗浄成分の根本である、海面活性剤や純石鹸成分である。他には、一部製品を除き海面活性剤の活動を補助する成分が入っている。補助成分により、業務用油に対するものや、泥汚れなど、洗濯洗剤の使用用途が変わる。近年の粉タイプの洗剤は、直鎖ルキルベンゼンする本酸ナトリウムが、 主成分として作られている。粉タイプと同じく直鎖アルキルベンゼンする本酸ナトリウムが主成分として作られている。粉タイプより海面活性剤の割合が40%前後と割合的に高い。ありがとうございます。